吉野さん沢田ってていうのは初めて聞きましたね私はあの伊藤海二っていう風に覚えてたんでね海二くんの本名これもまたさまざまな説があるのかもしれませんまあその中で今回私はねこの海二の「キンキンに冷えてやがる」っていうね言葉が名言だと思うんですよ。で名言ってのはねあの言葉自体も大事なんですけども伝わりやすいっていうのと使いやすいっていうのが大事なんじゃないかなと思います。 例えばね、ビールがキンキンに冷えてるって表現を使いましたけども、まあ別にジュースでもいいですよ。コーラがキンキンに冷えてるよとか、部屋がキンキンに冷えてるよとかね。それまでキンキンに冷えてるっていうのは、使っていた人がいるのかもしれませんけども、そんなにね、使われてなかったんじゃないか、広まっていなかったんじゃないかなと思うんですよ。それを一気に広めたのが、まさにあの漫画の流れで、あのシチュエーションでビールがポドンと置かれてね、キンキンに冷えてがるっていう瞬間に、読者も、うわぁ、このビール美味しそう。 自分がビールを飲む時もキンキンに冷えてるっていう表現使いたいなと思ったりそれからあビール飲みたいなっていうふうにあの画像から思ったりとかねさまざまなインスピレーションを受け取ったんじゃないかなと思うんですよだから名言とかねあの本当にね学べるなっていうふうな言葉の中の意味もあるんですけどもその一瞬の擬音とかが永遠と使われていくっていうのもあるんですよね。例えば手塚治虫さんが静寂をを示すときに、バーンと大きく変えて、 シーンって書いたらしいんですよ。シーンって。これが受けて、それからというものを静寂を示すのに、シーンっていう風な書き文字が使われるようになったらしいんですよね。それまでには、だから静寂を示すような擬音っていうのはなかったんですよ。つまり、静かだから音を何も書かないという表現の止まりだったんですけども、逆にシーンと書くことによって、静けさを伝える。そして、そのシーンという表現っていうのは、音が、 書かれてるわけなのに書かれてない時よりも静かさを表すようなねよくこんな表現を見つけたなと思ったんですよあとはこういうのもありますピチョンっていうねつまりは遠くで水滴が落ちる音が聞こえるほど静かだっていう表現なんですよ。つまりキャッチコピーもこういうところなんじゃないかなと思うんですよ静寂の中にピチョンっていう音があ、水がもしかしたら土砂で落ちてるのかなっていうふうに気づけるように あの自分の心の中に必要なものがねこれなんだっていうふうに分かるようなそんな印を踏むようなコピーっていうのがね実はね私今ね「FX オリガルヒ」っていうコンテンツで、まあ、やってるわけなんですけども運営の方ねこの「オリガルヒ」っていう言葉の響きがとってもいいっていうふうな評価を何名か,何名かの方に頂い,いてその塾のタイトルも入塾のきっかけになりましたっていうね「オリガルヒむちゃくちゃかっこいい」みたいな。 オリガルヒのメンバーになって幸せですとかね。なんかそのタイトルで売れるみたいなところもあったんじゃないかなと思うんですよ。で、オリガルヒっていうのは新興財閥で、ロシアで、あの、まあ、言ってみれば不正にお金を、利権を絡め取った人の集団のことなんですけどもね。でも、オリガルヒって言葉は新興財閥というふうに世界で訳されて、多分、これはね、あんまりあちこちで使われてないと思うんですよ。ロシア限定だと思いますけども、そこに目をつけて、オリガルヒって言葉を使ったら、オリガルヒって言葉の意味がわかる人がね、なんかその、 自分でで受け取ったんですよね自分も信仰財閥50代から金持ちになるんだみたいなところで、まあ、だからね伝わりやすくって伝えやすい言葉ねその言葉を受け取った人がどっかでこう表現したり書いたりしたくなるようなそういった言葉を使うことも大事なのかなと思います。キンキンンに冷えてやがるっていうのは結局冷たいものをね手に取った時にああキンキンに冷えてるじゃんっていうふうに言いたくなるし聞かしたくなるみたいな言葉だったんじゃないかなと思うんですよ。 さん、1話の天才はね前向きな天才はあなたですよって感じですよね。い <laughs> ってらっしゃい。